こんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うぷ主の咲熊です。さて今回は、スペイン国王フェリペ2世の愛称だったとも噂されている。伝説の悪女、アナデ・メンドーサです。とにかく見た目が好きやねん。中二心くすぐる容姿最高か。落ち着け中二病。はい最高です、最高の極みです。いやお前もかい。気まぐれで身勝手で、しかし息を飲むほど美しい。国王や王妃までも魅了し、大きな権力を持った彼女は、ある男性との出会いをきっかけに、やがて、国家さえも裏切る大罪に手を染めてしまいます。スペインで、その生き様は非難されながらも熱狂的に愛され続ける悪女。アナデ・メンドーサのお話です。アナデ・メンドーサ・デ・ラ・セルダは、1540年6月29日、スペイン王国で生まれました。父は、フランカビッタ・コーディエ・ウォルタード・デ・メンドーサ・デ・ラ・セルダ。母はカタリーナ・デ・シルバシ・フエンテス。メンドーサ家は、由緒正しいカスティーヤ貴族で、スペインで大きな権力を持つ一族の一つでした。アナは幼い頃から美しく、才能に恵まれた少女だったのですが、気が強く、少し傲慢なところもあったそうです。アナは子供の頃、フェンシングの練習中に起こった事故で右目を負傷し、それから片目に眼帯をするようになったと言われています。幼い頃はそれがひどくコンプレックスで、塞ぎ込むことも多かったそうです。アナは12歳の時に、スペイン王太子フェリペ2世の長身、36歳のエイボリ・コールイ・ゴメスと結婚。フェリペ2世は、メンドーサ家と姻戚関係を結ぶことは、ルイ・ゴメスにとって強い後ろ盾となると考えこの結婚を進めたと言います。フェリペ貴様12歳進めるとか貴様いや、実際の結婚はもっと後だったんだよ。え、そうなの？この時はあくまで契約上の結婚で、アナは結婚後も数年間実家で暮らしていたんだ。フェリペ2世に言われて仕方なく結婚を許したけど、アナの父は本音では反対だったらしい。余計なことしろってフェリペ。実際父親とルイとの仲はあまり良くはなく、父親はルイを娘に近づかせまいといろいろと小細工していたそうだ。お父ちゃんの努力が泣ける。アナと別居している間、ルイは1554年にフェリペ2世と共にイングランドに渡りました。これはフェリペ2世と、イングランド女王メアリー1世との結婚のためです。しかしこの結婚はうまくいかず、世継ぎも生まれませんでした。この辺は以前の動画、メアリー1世を見ていただけると嬉しいんだぜ。ブラッディ・メアリー。その後父カルロス1世の退位を受けて、フェリペ2世は2年ほどでスペインに帰国しました。その後メアリー1世は、1558年に病により崩御してしまうのです。アナは1559年から、帰国したルイと一緒に暮らし始めました。父親の心配をよそに、その結婚生活はとても幸福だったと言います。子供も次々生まれ、二人の生活は順調そのものでした。おのれるい。諦めろ父ちゃん。娘はいつか手元から離れるもんだ。年を経ることにアナのその美しさは輝き、やがて彼女は大きな自信をつけて行きます。さらにアナにとってコンプレックスだった眼帯姿が、逆に彼女のミステリアスな魅力を際立たせるものとなっていました。わかる。わかりみが深すぎる。よし、ではその魅力について酒でも飲みながらじっくりと語ろうではないか。黙ってろ中二病どもが。1560年、メアリー女王と死別したフェリペ2世のもとに、フランス国王アンリ2世の王女、エリザベート・ド・バロワが嫁いできました。アナは夫と共に、国王夫妻と親しく交流していたのですが、まだ14歳の幼い王妃は、この年上の美しい貴婦人にすっかり心酔してしまい、何もかも彼女に習い、すべてにおいて頼り始めたのです。アナはエリザベートの母、カトリーヌ・ド・メディシスとも直接手紙のやり取りができるほど、エリザベートに信頼される、特別な友人となりました。カトリーヌと文通、何を書くというのかね？カトリーヌだって娘が心配なんだから、元気にやってるか教えてもらいたいだろ？普通のお母さんだと？お前はカトリーヌをなんだと思っているんだ。まあ、アナはカトリーヌにとって、娘の動向を教えてくれるスパイのようなものだったんじゃないかな。やっぱカトリーヌ子は、王家はどこもそんなもんだよ。さすがにアナも重要な情報までは書かなかっただろうがな。アナの美貌は宮廷の貴族たちの注目の的となります。様々な誘惑がありましたが、アナは一切なびくことはありませんでした。ルイ・ゴメスの妻でいる間、アナは貞淑で従順な妻だったのです。そして国王の長身の妻であり、王妃に最も近い友人。アナは宮廷で、絶対的な地位を築いて行きました。
ですが、そんな彼女に大きな転機が訪れます。1573年7月29日、夫のルイ・ゴメスが死去。夫の死に嘆き悲しんだ彼女は、修道院に入り信仰に生きる決意をします。しかし、その直後から、アナの心に変化が現れ始めました。夫を亡くし喪失感を感じていたはずなのに、アナは自分の中に、どこか解放されたような感覚を覚えたのです。やがて、ずっと押し殺していた本来の彼女の素顔が、ゆっくりとその本性を表してゆきました。彼女は修道院に入ったにもかかわらず、貴族の特権を放棄することを拒否し、使用人が同行することを認めさせます。これは、修道院の規則に完全に反するものです。さらにアナは修道女としての修行を全くせず、まるで女王のように傲慢な態度で、周りの修道女を侍女のように扱いました。その気性は日に日に荒くなり、別人のように、傲慢で奔放な性格に変貌してゆきました。アナは平然とドレスや宝石を持ち込み自由に着飾り、堂々と修道院の外と連絡を取り、自由に外出していたのです。いやいやいや、この人何しに来たの？それから3年経っても、アナはまともになるどころか身勝手な行動をやめようとはせず、お気に入りの侍女たちと遊びほうけてばかりです。これはいかんな。ストキューを据えてやらねば。お願いします長老。いやどこの長老持ってきたかわいいな畜生。修道院長のテレサの再三の勧告にも、アナは耳を貸そうとしませんでした。マジでこの人何しに来たの？そして3年経った頃、我慢の限界を迎えたテレサは、フェリペ2世に手紙を書き、アナの横暴ぶりを訴えます。あの人はもう手に負えません。するとフェリペ2世は、アナに修道院を出て、彼女の家に戻るように命じました。よっしゃー。アナも危機としてその命に従い、彼女は、マドリッドの宮廷に舞い戻ったのです。ほんと何しに行ったの？そこから、アナの人生は180度変わります。さらに艶やかに美しくなった彼女は、宮廷貴族たちの視線を一身に集めました。彼女に見つめられるとどんな男でも確実に見入られると、その美しさを畏怖した者もいたほどでした。アナは次々と恋人を作り、自由な恋愛を楽しむようになります。そして国王フェリペ2世も、一時期彼女と恋愛関係があった、とも言われているのです。いや嫁の友達に手出すなよ。相性も近場で済ますんか。ちなみに妹の友人も相性にしてるぞこの男。いや近場で済ますにも程があるゼロ害。まあ、これに関してはアナは相性として公表されていないから、あくまで噂止まりだよ。エリザベートが幼かったから、彼女が妊娠可能な年齢になるまでは相性で紛らわせていたというし、アナもその一人だったのかもな。そんな中、アナはある一人の男性と出会います。国務次官、アントニオ・ペレス。フェリペ2世の秘書だったペレスは、国務長官の父が亡くなった後に、その後を継いだばかりでした。フェリペ2世の片腕だった夫に代わって、その座に収まったペレス。そんなペレスを、アナは興味深げに見ていました。そしてすぐにその有能さに驚かされます。ペレスはアナと同じ年齢で、知性と行動力のある魅力的な男性でした。アナは次第にペレスに惹かれ始め、ペレスも、アナの妖艶な魅力に囚われて行きます。そして二人は、激しい恋に落ちて行きました。しかし、ペレスという男はしたたかな野心家でもありました。彼は、父親の時代に比べて自身の権限が大幅に制限されていたことが、不満だったのです。もっと権力が欲しいと、貪欲にチャンスを狙っていました。やがて彼らは、アナの王妃からの信頼と、ペレスの国王からの信頼を利用し、宮廷での影響力を拡大していくのです。アナは自分を盲目的に信じているエリザベートを丸め込み、さらに国王フェリペまでも巧みに操ります。そして自身の領地経営に有利になるよう働きかけさせるなど、様々な不正を行い、私腹を肥やしていったのです。アナとペレスは国王夫妻までも自らの手のひらで踊らせることができる、そんな自分たちの力に酔いしれていました。そして二人はやがて、国家をも裏切る悪事に、手を染めていったのです。何？聞き捨てならんな。大丈夫ですよ長老、所詮せっこい子悪党ですから。いやお前の立ち位置をまず教えてくれ。当時フェリペ2世は、フランドルとポルトガルをスペインの支配下に置こうとしていました。アナとペレスはこの二つの国の反政府勢力と、秘密裏に通じていたのです。二人は自身の影響力と、国家機密に関する知識を利用して、彼らに、スペインの情報を売っていたと言われています。
思った以上にエグいことしてた。いや、ショック受けてんじゃねえよアホか。また、1578年に世継ぎを残さず崩御した。ポルトガル王セバスティアン1世の後継者に関する陰謀にも、加担していたのではないかという説もあります。それはフェリペ2世の政策に反する動きでした。それによる莫大な利益を期待してのことだよ。絶対の自信を持っていたアナとペレスは、自分たちは何でもできると錯覚してしまったんだろうな。いや、私あの人はろくなことならへんって思ってたんよ。だったら導いてやってください。知らんがな。院長。しかし、二人の動きに気がついた人物がいました。エスコベドという、フェリペ2世の異母弟、フアンデ・オーストリアの秘書だった男性です。フアンデ・オーストリアは、カルロス1世が妻を亡くした後に愛称との間に生まれた諸子でした。エスコベドが陰謀に加担していたのか、どこかから嗅ぎつけたのかはいろいろ説がありますが、アナとペレスは、エスコベドがフェリペ2世に秘密を明かすことを防ぐため、エスコベドの案を計画しました。ペレスは、エスコベドが主人であるフアンデ・オーストリアについての陰謀に加担していたと、嘘の密告をします。しかしペレスを信頼していたフェリペ2世は、それを信じてしまいました。そしてペレスはフェリペ2世から、エスコベドを処分する許可を得たと言われています。いやいやいや、なんで信じるのかね、フェリペ2世、純粋か、純粋なのかうっかりさんか。いや、植民地支配や異端審問ガンガンやってた恐ろしい王様なんだけどな。1578年3月31日、エスコベドはサンタマリア教会に通りかかった際に、何者かに刺され命を落としました。犯人は、ペレスが雇った、シアです。これで口封じは完了したはずでした。しかし、後の調査で、ペレスの密告が嘘であると証明されます。そして二人の数々の悪行が暴かれて行きました。フェリペ2世は、やっと、自分が騙されていたことに気がついたのです。彼らの裏切りを知ったフェリペ2世は、二人の逮捕を命じました。エスコベドの事件から1年経った1579年7月28日、アナとペレスは、殺人と国家反逆罪で逮捕されました。ですがこの事件は、ここから謎に包まれます。この件に関して、なぜか一度も裁判が開かれなかったのです。アナはフェリペ2世の命令により、トレオン・デ・ピントの要塞に投獄されます。彼女を投獄するという決定は、フェリペ2世によって一方的に決められました。最後まで、その理由について国王が言及することはなかったのです。国家反逆罪についても、エスコベド事件への彼女の関与に関しても、審議も司法手続きも行われず、アナは弁明の場も与えられませんでした。彼女の高い身分を考えれば、当時としてはかなり異例のことだったのです。アントニオは1591年に、マドリッドの監獄から脱走しました。その知らせを聞いたフェリペ2世は、アントニオがアナと共に逃亡するのではないかと考え、さらに厳しく監視できるパストラーナの城にアナを移し、そこで生涯幽閉するように命じます。アナは鉄格子のはまった狭い部屋に閉じ込められ、窓の外を見ることさえ、1日1時間だけしか許されませんでした。私は王と主に背いたことはありません。天の神よ、私をお救いください。あなたは全てを見ていたはず。彼女は泣きながら、そう叫んだと言います。1592年2月2日、アナデ・メンドーサは病により、51歳で亡くなりました。アントニオ・ペレスは1596年にイギリスに逃げ込み、その後フランスに渡り、1611年に、貧困の中パリで孤独に亡くなりました。アナが事件にどこまで加担していたのかは、全くわかっていません。裁判記録も調書も何もないこの事件。国や王への忠誠も失うほど、権力欲で周りが見えなくなってしまったのか。それとも盲目の恋に落ち、恋人に言われるがまま、愚かにも罪を重ねてしまったのか。国家を裏切り、重大な事件を引き起こした悪女。美しく、強い個性を持ち、人生を過激に生きた人。しかし彼女は、不正から自分自身を解放する力がなかった。そんな言葉で評される彼女の真実は、永遠の謎となってしまったのです。フェリペ2世はアナの子供たちに対しては寛容で、領地や財産を没収するという処置も取らなかったんだよ。親友だったルイの子供でもあるからかな。アナの長男は早くに亡くなり、次男が後を継いだんだが、実は、アナの次男はフェリペ2世の子供なんじゃないかという噂もあるんだよ。え、フェリペとアナが付き合ったのって夫が死んでからじゃないの？
それ以前からという説もあるんだ。あくまでただの噂だが。どうしようもねえな。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。